はい、どうも皆さん、こんにちは。橋田剛です。今回も、メンタル箱をサクッといきましょう。今回は、ツイートでつぶやいたも、つぶやいた、あれなんですけど、イラつくやつはフルシカと。イラつくやつはフルシカと。これをテーマにちょっと話していきたいと思います。まあ、イラつくやつ、ムカつくやつ、空気合わないやつ、もうちょっとなんかもう、ああ、もうこいつってやつは、もうバッサリ切ってフルシカとでいいと思います。まあ、なんか言い合う時間ももったいないし、やり合ってね、あれだ、めんどくさいし、あれ、時間、ストレスだけなんだと思います。だからもうバッサリフルシカとで、さよならバイバイでいいと思います。まあ、でもそれがね、職場で、ね、どうしてもやり合わなきゃ、仕事自分の意見を言い合って、こう、言わなきゃいけない場面だったら言わなきゃいけない、言っていいと思いますけども、まあなんかそいつのなんかただのマイルールみたいなわけわかんない話とか、そういう方のね、あれだったらもうそれは、ああ、はい、わかりました、すいませんで、いいと思います。もうそれで終わるんだったら、それで話して20分、30分取るんだったら、もう1分で終わるんだったら、もうそれでいいと思います。別にそこで媚び打ってなんかそこで関係性膨らまそうと思ってるわけじゃないんじゃないですか。その場のそこだったら、穏便にってやつで、もう、はい、わかりました、すいませんで、いいと思います。それはもう電車乗っててもバス乗っててもなんか、友達でも、まあ、友達って言えないくなっちゃったやつでも、まあ、職場でも、まあ、ありとあらゆるなんかその場面ですよね。まあ、でもなんかもうイラつくやつ、ムカッとするやつって必ずいるわけじゃないですか。こんだけ人数いれば、まあ、自分も思われてる可能性もあったりもするわけだし、だからそういう場合は自分もフルシカとされてもいいし、自分もするっていう感じですかね。なのでもうそういうフルシカととか、まあ、ネガティブワードじゃないですか。シカととか嫌なやつ、イラつく、ムカつくとかってそういうの言ってるとさ、もうそういうのが癖になって、そういうマインドになって、もうそうじゃない場面、テレビに向かってでも何でもかんでも、こう、イラつくムカつくになっちゃうんで、そういうのをパチャッと断ち切っていきたいじゃないですか、ポジティブに。俺たちメンタルハーコー部隊としては。ね。一日でも積み上げて、次の日のにドリーム、夢に向かって、みんな共に行こうぜっていう感じでやってるわけじゃないですか、こう。だからもうほんとそういうのはもうフルシカトで、もう今回ばっかりで、もうこういう、まあ、こういうテーマのね、また動画もあるかもしれないと思う、あるかもしれないですけど、まあ、今回の、これはもう、ちょっとたまにのね、ネガティブワード話題ってことで、イラつくやつは、フルシカと。さよならバイバイですよ。本当に。悠々白書ですよ。さよならバイバイですよ。違う、それ違うな。悠々白書じゃない。それはあれですね。なんだっけ、ポケットモンスター。マサランタウンに、さよならバイバイですね。悠々白書なんかあったよね。さよならバイバイってやつありましたね。はい、ちょっと今日は特別会なんで歌いました。はい。ということで今日は3分、まだちょっとあれなんで、どうですかね、皆さん。春の陽気になってまいりました。僕のね、おすすめの遊びはちょっと話変わっちゃったんですけど、ぜひ皆さん、ピクニックをやってみてください。なんでただ、買い物とかね、美味しいもの食べてとか言うと思うんですけど、まあ、ハンバーガーでも何でも買って、新宿御苑とか、まあ、東京の方だったらね、まあ、こう、広場がわーってあるの。あと、まあ、皇居の前とかね、すっごい気持ちいいし、あとまあ、世田谷の方に絹田公園とか、まあ、そういうだだっぴろいとか、これから桜のシーズンになると思うんですけど、まあそういうとこだったらね、コロナのね、ちょっとね、こう、ソーシャルディスタンスも含め取れるんで、まあぜひそういうところで、ハンバーガーとかお弁当とかね、持って、ジュース持って、つまり水じゃなくていいですよ、その時は。まあコーヒーとか持って、ぜひか、ご家族、お友達、友人、恋人と、そういうとこでね、ゆっくりするのがおすすめだと思います。たまにはゲーム、スマホから離れて、調べるときはガチで調べて、その行く場所はスマホで調べてググって行ってください。ってことで、4分こんな感じで、今回はこれで終わりたいと思います。イラつくやつはフルシカと、ってことで、ありがとうございました。メンタル発行よろしくお願いします。チャンネル高評価、登録よろしくね。わけかね、神々。じゃあね、バイバイ。